いたします。はい、こんにちは、松田学でございます。こちらも向いてですね、YouTube のでたくさんの方見ていただくという前提でですね、今日はありがとうございます。芹ヶ谷という建て場所に、初めて、来まして、たくさんの人が集まっている場所ではないんですけども、ただいろんな場所でですね、で今日は平本浩次郎さんが地元で一生懸命はやってますんでね、平本さんもね、ぜひ皆さんでね、応援していただければなというふうに思いますので、ここでお話をしたいと思います。この連休のですね、今日で最終日なんですが、この連休も考えていましたら、連休というのは連続して休むっていうんですけども、私は連続して街頭演説やってるという連休でありました。28日もやりました、30日もやりました、1日もやりました、そして5月3日は山梨ってやりました、5月5日子供の日、昨日は川崎の方でやりました、で本日はですね、この芹ヶ谷というところでやっております。この後ももう一箇所でやります。とにかくたくさんの人にですね、参政党って埋もれちゃってはいけないので、これだけの政党があるっていう、このことを知ってもらわないといけない。で、知ってもらうためにはですね、参政党ってじゃあ何やってるのかっていうことがね、非常に知られてないもんですからね。まあ、テレビでちゃんとね、テーブルに座ってね、討論会を出してもらえないもんですからね、参政党の政策って今までね、一度もきちっとテレビでね、流されたことないんですよ。だからね、あれだけたくさんの党員が集まって、何かおかしなことやってる人たちじゃないかってね、変な目で見る人もいるんですね。違いますかね、これ。もうこんなにまともなことやってる集団は多分ね、日本の戦後私ないと、これは自負してるんですね。で、5月3日は憲法記念日でした。山梨で私は、この憲法の意味、参政党が先ほど平本さんもおっしゃっていた、創憲といったら国民の力で憲法を作ろうと。日本は憲法を自分たちで作ってないんですからね。で、これを国民で作ろうという運動をやってます。そういう話もいたしました。昨日の子供の日にはですね、参政党って子供のためのできてた政党なんですね。子供のためにね、いい日本を残そうって言って、お母さんたちが立ち上がって大きくなった政党なんですね。子供のためにどうしたらいいかって話をしました。その時に私はね、この子供のためにって言ってると話の中で強く言ったのは、岸田さん、子供のためになることしてください、子供のためにならないですよ、嘘ついてたら、という話をいたしました。なぜ嘘ついたのでしょうか。3つの補選がありましたね、補欠選挙、島根と、それから長崎と東京15区で、東京15区も長崎も自民党は候補者立てないんですよ。卑怯ですね。政権政党っていうのはちゃんと候補者立てなきゃダメですよ。衆議院選挙っていうのは政権選択なんですから、有権者が政権に対してどういうふうに評価をしてるかということをね、そこで堂々と立てない、負けるのが嫌って、不戦敗、戦わずして勝つっていうの言葉がありますけどね、戦わずして負けるっていうね、恥ずかしい、情けないなと思いませんか。卑怯だ、これね、男らしくないですよ。そしてね、島根一区で立てたら、ね、島根一区で立てたら、ガチンコの与野党対決になりましたね。もうボロ負けしましたね。あれでね、一つ結論が出てるんですね。岸田さん辞めなきゃいけないんですよ。だって言ったじゃないですか。この間。岸田さん自分だけ処分してない。自分の派閥も同じことやってるのに。自分だけ処分されてないの。これおかしいじゃないかって質問に対して。これは国民と党員が判断しますよ。国民判断したじゃないですか、この間。やめなかったらですね、あ、ウソツキが総理大臣やってるって。これ子供たちにめちゃくちゃ悪い影響を与えると思いませんか。やっぱりね、一国の総理大臣たるもの、自分の言ったことは守る。ね、コロ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 ね、自分の都合でね、変えちゃダメですよ。そういう話をね、子供の日にもいたしました。子供のために、まっとうな政治やりましょうという話をしましたね。そしてね、今日は、実を言いますとね、昨日の夜ですね、まあ私が大変お世話になっている、ジャーナリストの山口紀之さんのチャンネルを見ましてね、
取り上げた方がいいと思うのが多いと思いますよ。ああ、私が言ってたことが出てきたっていう。まあ、あんまり言うとあれなんだけども、あの財務省 OB で私の信頼してるっていうのは、の話がね、私がメールに書いたものがそのまま 出ましてね、ああ、出ちゃったと思ったんですね。あれね、何の話かというと、あの岸田さんがアメリカに行って、日本の国を売ってきたって話。ウクライナの予算が9兆4000億円日本円で、これずっと共和党反対してたんですね。で、これ共和党文献が通っちゃったんです。で、その時にトランプ前大統領が貸付金だったらいいと言って OK したんです。で、その貸付金だったらいいというのは、ジョンソン下院議員議長、共和党の反対してたはずなのに、これ急に賛成になった。ジョンソン下院議長たちと岸田さんは秘密会談してるんですよ。密談をしてた。ということね。で、岸田さんが密談をして、あそこで約束したのは、アメリカのウクライナ支援、軍事支援ですよ。あのお金をね、日本が尻拭いするって約束してるっていう話なんですね。9兆4000億円ですよ。日本ってそんな軍事支援のお金を国民の税金で出す国ですから。で、そのからくりってね、こうなんですよ。アメリカは今回、アメリカの国民ではなく、貸し付けの形でウクライナにお金を貸すんです。それでウクライナはアメリカの兵器産業から武器を買うんです。でもウクライナはその借金アメリカに返せません。そこで世界銀行ってなるんですね。国際復興開発銀行ってあって、で、そこがウクライナの復興支援の名目でウクライナにお金を貸すんです。そのお金でアメリカに返済するんですね。じゃあその世界銀行のお金は誰が出すか。最終的に日本が出すんです。ウクライナは世界銀行にお金を返せではないでしょう。そしたらそれ貸し倒れになる。日本はもう約束してるんです。交付国債って言いましてね。日本が世界銀行に国債を出すんです。そしてそれを取り崩すんです。取り崩してその都度日本からお金が行くんですよ。その形で世界銀行はついつま合わせる。そうしますと日本のお金は、私たちの血税はウクライナの復興に使われたという表向きそうなります。でも今の流れから分かるように、まさにアメリカにの軍事支援ですよ。アメリカがやる軍事援助のお金を日本が出すのと同じことなんですね。私たち日本って戦争に加担して税金でね、負担するような、そういう国でしょうか。で、これ国民に何にも説明してないですね。民主主義がおかしくなる。私はそういうコメントも出したらそのまま出ちゃってたんですけどもね。もう種明かししちゃうと、あれは私が言ったことなんですね。こういうことがね、なんというか平気で行われる。しかもアメリカの連邦議会のあの演説が、なんと岸田さんが自分で書いたんじゃないんです。側近が書いたんでもないんです。外務省は原案ぐらい書いたかもしれないけども、これ全部添削されたんです。誰が添削したんでしょうか。実質的には誰が書いたんでしょうか。なんとバイデンの側近だって話がね、状況証拠が次から次へと出ていて、あの文章もね、山口さんを解析してましたよ。どう読んでみてもウクライナの軍事支援に対して日本がお金を出します、アメリカと一緒になってウクライナ戦争を戦います、実質的に私たちがお金を出しますということを意味している。美しい言葉でね、語られてるんですけどね、意味するところはそういうことなんですね。いやー、ついにね、ここまで行っちゃったかなと。で、そうしますとね、岸田さんずるいのはね、バイデンも喜ぶ、トランプも喜ぶんですよ。どっちが次の大統領になっても、しかもこれ密約だから、岸田さんが総理大臣で亡くなったら次の総理大臣、そんなの知らんって言ったら終わりかもしれない。だったらバイデン政権でもトランプ政権でも岸田さんを守ろうとする、岸田さんを応援しようとするわけです。
えげつないと思いません、これ。これ、あの、日本人の懐が痛まらない、勝手にやってるんじゃないんですよ。日本人の懐、国民の懐を痛める話なんです。しかも9兆4千億円、そのうちどれぐらいかわかりませんが、普通に考えたら、増税です、これ。ちょっとやめましょうかね。街頭演説もできないぐらい最近ね、救急車とか消防車多いですね。なんででしょうね。まあこの話したらバンされるからやめますけどね。いや本当に大抵ね、必ずこうやってね、サイレンの音で途中で中断させられるんですね。おかしいですね。さっきの話はちょっと戻りますとね、あれ多分ですよ、9兆4000億円って言ったら巨額ですよ。これね、ウクライナ復興増税でもやらないと無理じゃないですか、私コメントしたらそのまま出てたんですけどね。まあごまかしごまかしやるでしょう、またで、これ融資だから返済まで時間がありますんでね、日本国民が忘れた頃に、いや実はこれね、ウクライナの復興のためのね、これ増税なんですよって言いながらちょこ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 っと増税してくるかもしれません。でもそんなことでね、我々そんなこと決めてないですよ、国民はね、オッケーしてないですよ。だって今ね、やることいっぱいあるじゃないですか、日本の国内で。やれてないでないですか。いっぱいありますよ。あの、能登半島の話を皆さんよくします。それはもう本当にその通りなんです。でも私もう一つ言いたいことがあるんです。能登半島地震について言うと。なぜ被災者は、日本の被災者は、ああいう避難所に閉じ込められるんですか。台湾で、この間何度も私言うんだけど、これ何度も言わなきゃいけない。この間台湾で大地震があった時に、みんなテントの中に入ってたんですよ、家族に分かれて。それを見て、あ、台湾って進んでるねってこのテレビで言ってました。違うんですよ、日本が遅れてるんですよ。世界基準なんです、あれ、スフィア基準って言いましてね。イタリアなんか見ていただくとね、イタリアも地震国ですよ。地震のたんびにテントを張って家族ごとに分かれるんです。そうやってプライバシーを守るんです。あのプライバシーを守られないから、避難所でたくさんの高齢者が病気になって亡くなるんですよ。福島の時も放射能では誰一人死んでないんです。だけど避難所でストレスが溜まって高齢者が亡くなった方がたくさんいらっしゃる。これ関連死って言われてますね。一人当たり何平米以上、そしてプライバシーが保たれる、そしてすぐ食事が運ばれる、これはスフィア基準という、難民はみんなそれを満たさなければいけない。戦争被害者、災害の被害者は最低限それを満たさなきゃいけないという基準があるけど、日本って東日本大震災の時も、熊本の震災の時も、今回の能登半島地震でも全然それができてないんですよ。それぐらいのお金日本にあるでしょう。将来そんなね、武器のためにお金出すぐらいだったら優先順位が全然違っている。日本の社会保障も今大変ですよ。多くの人たちが自分のね、年金どうなるか、若い人たちが将来年金もらえないかもしれないって言って、みんなね、老後のことが一番の関心事なんです、今の若い人たちが。誰が国のことを考える余裕がありますか。誰が未来に向けて希望が持てますか。若い人たちは今ね、保険料が上がって大変なんですよ。税金はそんなに増えてないけど、保険料がすごい。みんな若い人にずっしりくる。
高齢化が進むから仕方ないと言ってもね、若い人たちに将来、今じゃ足り保険料じゃ足りないから、消費税全部入れてるんですよ、社会保障。それでも足りないから、赤字国債たくさん出していって、これ将来若い人たちが負担するんだって。分かってますよ、若い人たちも。それは自分の老後のこと気になりますよ。今の高齢者だって、年金今年減らされるんですからね、実質的にね。で、この状態の中で、なんでウクライナに、9兆4000億円のね、どれぐらいか分かんない。もうすでに2兆円以上出してますからね。で、これがね、ウクライナの人々を幸福にするための予算ないんですよ。戦争を継続するためのお金なんですよ、これ。日本ってね、戦争に加担する国じゃない。戦争というのは、どっちの正義があるんです。どっちが絶対正しいってことはないんです。どっちにもついちゃいけないんです。私たちでと違う世界で起こってる話なんですから。そして今ウクライナの情勢見ましたらね、もうウクライナは完全に負けます。ロシアは今10倍の戦力です。今回アメリカが9兆4千億円決めました。これでね、ロシア軍を追い出せると思ったら大間違いです。この間矢野義明さん、軍事専門家に聞きましたらね、そんなこと言ったってもうウクライナにね、人がいない。560万人ぐらいウクライナ兵が亡くなってるんですよね。軍が壊滅してる。他の NATO の国から助っ人が来ても、みんなロシア軍を見る前に逃げちゃう。圧倒的にロシアが強いから。毎日毎日たくさんの犠牲者が出てるんですよ。このまま戦争を続けたら、ロシアは東部の4つの州、これでいいって言ってるんですよ。あそこもともとロシア人がたくさん住んでるとこだから。あそこで問題が起こったからね。ロシア人を守るためにやったっていう面もあるんですね、今回の侵攻は。別にウクライナ全部占領しようなんてロシアプーチンは考えてなかった。だけど戦争を続けられてしまったら、もしかしたらキエフまでロシア占領しちゃうかもしれない。ウクライナ全部ロシアが占領しちゃったらどうなりますか？そっちの方が世界にとってはまずいんじゃないですか？ウクライナはロシアとヨーロッパの間にある緩衝地帯。あそこはどっちにもつかないのが良かったんです。緩衝地帯です。それを NATO が引き込もうとしたところからね、問題が起こったんですね、クリミア紛争以来のね。でもあれほっといたらね、戦争を続けて全部ロシアになったら、ヨーロッパとロシアが直接向き合うことになるんです。ちょっとしたことで世界戦争になる可能性が高まってしまう。それよりも今の状況でいいから早く停戦ですよ、これ。そしてそれを言えるのは日本じゃないですか。第三者なんですからね。もうこれ以上たくさんの命を犠牲しちゃいけない。やめましょう、バイデンさん、やめましょう。バイデンに言われて分かりましたと言ってね、お金を日本に、国民に断らないで9兆4千億円も出すぐらいだったらやめましょうと。それでどれだけの命が救われるでしょうか。いやー、そんなことをしたらね、ロシアのご寝床が、ロシアが勝手に侵攻してね、占領したところがロシアのものになってしまったら、中国はそれを見て台湾に侵攻する、だからいけねえだというね、あるね、保守と名のついた政党がそんなこと言ってますよね。保守ですかね、本当に。そんなこと言うのはアメリカに自分のまあ、あんまり言っちゃいけないけど、アメリカに自分の魂を売るのは保守ではありません。保守というのは日本を軸にするのが保守なんです。当面変えたらどうでしょうかと思わず言いたくなりますけどね。まあこれ以上言いませんけどね。あれですよ、どっちが正しいかじゃないんですよね。我々はどうしてこの戦争が起こったのかを冷静に見なきゃいけないんですね。で、冷静に見たときに、プーチンは自衛のための戦争だって言ってるんですよ。NATO がどんどん迫ってきた。ね。ところが、中国が台湾を侵攻しようとするのは、これこそ領土的野心、侵略なんですよ。戦争の質が違うんです。そして中国は、仮にですよ、ロシアがウクライナから撤退されるまでロシアが負けたとしても、中国は台湾を軍事侵攻するときにはします。関係ありません。習近平はそんな甘くありません。
彼のライフワークが台湾を併合することですからね、やるときはやりますよ。そんなの関係ない。むしろウクライナ戦争がアメリカの軍事支援で長引いたら何が起こるか。戦争が長引けば長引くほど中国のにとってはありがたい嬉しい話なんですよ。その間に極東でいろんな悪さできますからね。手薄になってる間にハマス戦争も続いてる、ウクライナ戦争も続いてる。じゃあいろんなことやってやれ。早速フィリピンにすごい圧力かけてるじゃないですか。最近尖閣諸島でも激しいみたいですね、中国のね船の動きが。いつ何時一番やられやすいのは日本なんですよ。もう早くウクライナ戦争をやめて国際社会結束してね、中国に対抗できるようにしよう。これが日本の安全保障の基本じゃないですか、岸田さん。ウクライナ戦争を続けさせるのが日本の基本では何大じゃないんですかということをね。でこういうことをね、実は参政党ずっと言ってきました。言ってきましたけども、メディアはね、全然違う報道するもんですからね。こういうことを言う人はね、ロシア擁護派だとかプーチン派だとかそういうレッテル貼るんですよ。私は別にプーチンさんに会ったことないけど、ネタニヤフさんに会ったことあるんですよ。昔衆議院議員だった時にね、日イスラエル議員連盟に行ってね、ネタニヤフさんって賢そうな人でしてね、あの時はね、戦争の話が全然なくて、イスラエルって IT がすごいから、日本の IT 技術と協力し合いながらね、お互い経済を良くしていこうと。で、こうやって固く握手しましてね。で、その後私議員クビになっちゃったんで、あれ気になっちゃって、イスラエル行こうと思ったんですよ。で、まだ行けてないんですよね。で、私はネタニヤフさんに会ったけど、プーチンに会ったことありません。だからプーチンさん知りませんけれども、ただプーチンさんがこの間インタビュー受けてましたよね。カールソンさんの、中川カールソンのインタビュー受けていて、2時間にわたってずーっとね、過去の歴史の話してましたね。メモを見ずにですね。すごいね、賢い人だなとみんな思いましたよ。で、これがプーチンさんの実情です。でもね、その実情を西側はね、報道しようとしなかったんです。わざと取材しなかったんです。モスクワにたくさん西側のテレビ局の支局があるのに、新聞社のね、支局があるのに、なぜならば、プーチンは気が狂った人だ。とんでもない侵略者である。頭がおかしい人だっていうふうに、西側の人に思い込ませないと、戦争継続できないから。戦争継続させるためにプロパガンダってやるんですよ。我々までそんなに乗っちゃダメですよ、本当に。甘いなぁ、と思いますよね。だけど、日本のメディアはそっちのプロパガンダに乗っちゃってるもんですから、我々の言ってることがね、プーチンを擁護してるおかしな連中だったんですね。私プーチンって会ったことないけども、プーチンを擁護する気なんか全然ありません。私ロシア大好きです。この間も言ったんだけど、音楽やりますからね、チャイコフスキー大好きですね。プロコフィエフも大好きだしね。ロシア文化素晴らしいですよね。だけど今なんかそういうものまでね、憎いっていうふうになってるみたいなんですね。そこまでロシアを憎いと思ってどうするんですか。だって隣にいる国ですよ。資源たくさん供給受けてんですよ。このね、サハリンからね、天然ガスとか、あるいは石油。石油が一時ね、中東依存度 95%。日本の原油の 95% が中東に依存する状態になったんですよ。ロシアが入ってから。そんな風にやってね、自分の国を苦しめてもね、いいんですか？それはそれ別でしょう。それぐらい外交した中にあんないと。この間鈴木宗男さんというね、立派としてくれない参議院議員が行ってきましたね、ロシアに。そしたら日本維新の会がこれを除名にしました。最低ですよ。だって国会議員って何のためにいるんですか。政府ではできないことをやるっていうためにもいるんですよ。議員外交ってどの国だってやるんです。何重にもいろんな議員がいろんな立場でお互いに意見を交換し合いながら外交力ってそうやって作るんですよ。そんなことも知らないんですか、維新さんは。私昔いたからね、だから言うんだけど、もうなんかね、すぐ除名って大好きなんですよ、そこもね。除名って最悪ですよね。で、外交ってそういうもんなんですよ。だから私はね、鈴木宗男さんはね、いいことやったって後で街頭演説しました。早速ね、YouTuber がね、鈴木宗男、松田学は鈴木宗男を応援してるとバーッと拡散されましたね。私、鈴木宗男って全然好きじゃないですよ。言っときますけどね。私北海道予算をね、財務省にいた時担当したことあってね、バシバシ削ったんでね、
あったら殺されるんじゃないかと思ったことあるんで、これは一緒ですからね。全然好きじゃないけども、だけど彼のやったことは立派だったと思いますよ。だってそうじゃないですか、ロシア全部敵に回したら日本の国益損なえますよ。そういうことを自分の軸足を持って判断するような政治が今ないってことを私たちは言ってるんであって、ロシア擁護してんじゃないんですよ。じゃあ戦争なんで起こったの。だってこの間ヌーランドが辞めるとき言ったじゃないですか、9兆4000億円の予算はアメリカの会社に全部落ちるから問題ないんだって。アメリカの会社ってアメリカの軍事会社でしょ。アメリカの軍事会社を儲けさせるために予算投資したかったんでしょ。そのために戦争を終わらせたくないんでしょ。その本音がすごくはっきりしてるじゃないですか。で、この本音が見えてるんです。で、この本音が見えてるところに対して多くの諸国民が立ち上がってるんですよ。もういい加減にしよう。だから反グローバリズムの動きが世界でものすごい広がってる。日本ではこの間ね、フランスのね、ルペンさんの政党、あの政党が最近若者に支持が広がってる、極右政党なのにって報道してたんですよ。フランスで次もしかしたらね、ルペンさんが大統領になるかもしれないんですよ。国民の間にね、それだけ支持が広がってるんです。国民の間に支持が広がってるのはどうして極右なんですか。右の右の端っこが極右じゃないですか。ど真ん中にいるじゃないですか。ドイツだってドイツのための選択肢は日本では極右ですよ。あのドイツはナチズムがあったので、移民に反対っていうのはこのね、多民族を排斥するという、お前はナチズムかと言われるのが怖くて、みんなね、あの建前しか言わないんですよ。移民をどんどん入れなきゃいけないとね、まともにね、本音言わないんです。だけどドイツ国民の本音がドイツのための選択肢を作った。ケルンって大きな町があります。あそこで移民の人たちに取り囲まれて、確かドイツのね、女性がね、暴行を受けてレイプされたって事件がありました。あの時に立ち上がったんですよ。我々ドイツ人を守れ、当たり前じゃないですか。私たちだって日本人守れです。日本でもね、あんまりこういうこと言うとね、まだね、お前は外国人排斥者だとか差別主義者というのは全然違いますよ。日本人が差別されてるんですよ。川口市で起こっていることを見てくださいよ。あのクルド人のね、問題、警察も司法も全く手を出せない。住民が怖がってるんですよ。なのに全く動こうとしない。メディアも報道しない。なぜなら住民の側に立って住民を守ろうとすると、あなたは外国人差別をしているとなるんです。みんなそう言われるのが怖くて、みんなこう動けなくなっちゃってる。それがね、こんにちは、こんにちは、子供のための政党ですからね、はい、今日はすいません、今日連れてなくてごめんね。そうやってね、自分たちの国は自分たちが税金払ってんだから、自分たちのことをまずやるのが当たり前じゃないですか。そんなのだからトランプがアメリカファーストっていうのは当たり前なんですよ。それぐらいアメリカっていう国はグローバルな力に支配されてしまって戦争を起こし続けてきた。トランプ大統領の4年間だけアメリカは戦争しなかった。だからそのね、軍事利権の連中はトランプが大統領だったら戦争できなくなるから、だからあれだけ邪魔してるんじゃないですか。で、この間はね、なんと起訴されてね、刑事事件の起訴されて、4月にね、裁判所に出廷させられて、聞いてる話ではこれから6週間にわたって週4回ですか、裁判所に行かなきゃいけない、ニューヨーク州の。この間私の街頭演説を川崎で聞きに来た夫婦の方がいらっしゃって、普段ニューヨークに住んでるらしいんですね。もう大変なのって言ってました。ニューヨークはもう民主党ばっかりで、反トランプで、であれ陪審でやりますから、一般の住民が裁判官やるんですよ。そしたらね、トランプに対して不利な裁判するに決まってるじゃないですか。そして6週間か8週間か忘れましたけど、裁判に週4日も貼り付けたら選挙活動できないじゃないですか。莫大な訴訟費用かかるんですよ。選挙資金もそっちに割かれちゃうじゃないですか。こうやって明らかにトランプを再選させちゃいけない。そしてアメリカは司法関係者、検察官とかそういう方々はなんと選挙で選ばれてるんですよ。しかもその選挙資金を、私の聞いた話ではね、ジョージ・ソロスみたいなとこは出してるっていうじゃないですか。もう完全に利権に染まっている、そのアメリカのもう民主主義も崩れた、司法も崩れた、この崩れたアメリカなんです今。これを日本のメディアは全然報道しようとしない。
アメリカが言ってることはあたかも正義であるかのように、未だに多くの日本人を思わせてるんですね。アメリカと一緒に泥舟ですよ、もう。中国よりも民主主義でないと言われるアメリカと一緒に、この間岸田さんはね、アメリカと一緒に同じ船に乗っていくんだ。自分はその船員になるんだ。船員としての誇りになるんだ。お前勝手にね、アメリカと一緒に沈んでしまえ。と思わず思いました。そんな今アメリカの方が病んでるんですよ。むしろ日本がね、アメリカにいろんなことを指導しなきゃいけないんです。我々は、ね、自分だけはね、健全な常識を保って、祖先から受け継いできたものはそれなりに価値があるんだ。一番長い歴史を持った国である日本が、兄貴分としてですよ、アメリカの方が建国してる。短いんですから、歴史は。ヨーロッパ人から見たらアメリカ人は田舎者だと思われてるんですからね。歴史が浅い国でしょ。我々、歴史の長い国として、アメリカ人が言ってるね、話は非常識なんだよ。LGBT 差別禁止だってね、それを言って法律を作れっていうのは非常識なんだよ。日本はちゃんと常識的に差別のない少ない国を作ってきたんだよということを日本が教える立場なんですよ。民主主義ってこうやってやるんですよ。日本はずっと戸籍制度を維持してきました。夫婦別姓とかいろいろ言われてるけれども、これは事実上やってもいいけども、でも戸籍だけは守りましょう。そうやって日本の国を守ってきたんですよ。アメリカは戸籍制度がないから不法移民にどんどん入ってきて、そしてバイデン政権はその人たちに投票権を与えようとして、そうやってね、不正選挙をやろうとして、郵便投票とかいろんなことだって簡単にできてしまう。私たちはちゃんとした仕組みを作ってきた日本人なんですよ。アメリカも少しはね、我々のことをね、調べてみたらどうですかとかね、こうやってアメリカに対して差し示さなきゃ。で、それをやったのはね、亡くなった安倍さんだったんですね。トランプさんはただの写真だけどビジネスマンだ。国際政治なんて知らなかった。そのトランプさんが大統領に当選したらすぐに会いに行って、中国はこんなに怖い国なんですよ。我々は中国に対抗するために手を結ばなきゃいけないんですよ。基本を教えた。それ以降、心臓と言ってね、トランプさんは安倍さんを尊敬していた。あの時は安倍さんは世界の指導者だったんですね。まあ、日本のメディアは絶対そういうこと書かないので、やはり国葬に反対とかね、世界中から日本っておかしいんじゃないかと言われてるんだけども。で、そういう日本がこれから必要になるんです。これから必要になるの。アメリカに言われてね、臨転機のようにね、お札を吸ったりね、ATM になったりしてね、そしてアメリカ人の書いたね、演説を読んで、その原稿なんて、岸田さん意味が分かんないで読んでるんです。で、僕は英語できるって言ったってね、英語の発音だけできただけなんですよ。で、演説の練習したってね、発音の練習だけしたんですよ。ね、中身全然知らない。何を自分が言ってるかも分かってない。とんでもないことを言ってることが分かっていない。だって全部向こうが用意したんだから。もう完全にこれ、隷属じゃないですか。ね、そうじゃなくて、我々自身が世界をリードする何かを作っていかなきゃいけないんです。当たり前のことを私言ってると思いませんか？別におかしなこと言ってるつもりはありません。みんな日本人なんですから。誇りある日本国、国民なんですから。で、日本に答えがあるんですよ、ちゃんと。もう一回自信取り戻して、国を売るような総理大臣に辞めてもらう。この間ね、ちゃんとね、公約違反ですよ、岸田さん。国民判断しましたよ。島根で。あれは、あそこは保守王国ですよ。ずっとね、竹下さんとかそういう、島根県でそういうとこですよ。そしてね、細田さんが7回連続当選ですかね。そういうところでね、あれだけ差で負けたってことは、もう国民が判断してるんですよ。わからないんですわ、あなたは。岸田さんはね、人の話をよく聞くっていうけど、人の話を聞いてもね、頭の中入ってないんですよ。右の耳から左の耳に抜けちゃってるんですよ。ただの同感なんですね。同感だけじゃなくて、鈍感というかね、鈍感力だけはすごいですね。いやー、とにかくね、あんなに、ものすごい鈍感力。僕はアメリカが守ってくれている。僕はアメリカの軍事支援に対して、日本が将来保障するって約束してきた。バイデンだろうが、トランプだろうが、僕を守る。だから僕は解散して、総選挙をやるんだ。自民党が負けたっていいんだ。その時には国民民主党か、維新と連立をすればいいんだ。そしてまたね、これ自己都合解散っていうんですね。自分の政権を維持するための解散。これもやめてほしい。
解散するんだったらその前にあなたやめてよ、国民と約束守ってよ、ね、そして次の総選挙は実は大変なんですよ。今私がずっと言っていた話は何かというと、日本という国をこのままアメリカの植民地にする、植民地にしたって日本はね投票権ないんですから、51番目の州って言いますか、51番目の州にもなれないんですよ。日本国民から大統領選べない、準州と言います、ね、州じゃなくてね、アメリカの準州にする、政治的にはそう、そして経済的には中国の下請けになる、中国人に合わせて物を作りサービスを作り、中国人さま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 とこうやってね、インバウンド来てください、日本のもの買ってください、向こうは14億人いますからね、そういう国になるか、その国を目指すのか、今やってるのはそれですよ、今の政権がやってるのは。そうじゃなくて先祖代々受け継いできた日本を私たちの次の子供たちに受け継いでいくというね、そういうチャンスの政治をやるのかというね、この2つの分かれ目なんです。今2つの分かれ目なんだけれども、2つ目のね、私が言った後者の方は明確に言ってる政党がないんです。他に賛成党しかないんですよ本当に。だからね、私は昔財務省にいたんですけど、そこを飛び出してもう当時から見えてた日本が植民地化になると、専門的に見たら分かるんです、金融見てたら分かりましたよ、これじゃいかん、植民地にしちゃいかん、そういう政治作んなきゃいけないっつって飛び出したんです。でこうやってようやく参政党っていう組織ができて今大きくなろうとしてるんです。この組織を大きくして多くの国民がそうだと思いながらね、日本を軸にした政治を作るということで、ね、今度の衆議院選挙は皆さんで全然見えてほしいというふうに思っております。そろそろ時間になりましたので本日は以上です。セリガヤ中央という初めて行ったところですが、不便なところでも駆けつけていただいてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またYouTube をご覧の皆様ありがとうございました。よろしくお願いします。